皆さんこんにちは。日曜の午後は山田君夫の超攻撃法でお楽しみください。講師は山田君夫九段です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山田さんは対局中は何手ぐらい読んでらっしゃるんですか？そうですね、僕の場合は、一目千手読まれるっていう方も、いるみたいですけども、僕10分の1の100手ぐらいだと思いますけどね。あ、そうなんですか、はい。こう講座を見ている皆さんが読みを鍛えるためにはどういった勉強をしたらいいんでしょうか？そうですね、やはり読みを鍛えるには死活問題が一番いいんじゃないですかね。詰碁を、ね、やられるのが、でもただ勝って読みをね、いくらしてもしょうがないんですけどね。そうですね、ところでこう手が読めるということはこう人の心が読めたりとかするしますか？いや、それもよく聞かれるんですけど、はい、もうそっち方面はもう全然ダメで、本当にそれこそ勝って読みばっかりですね。そうですね、はい、読めるようになるといいですね。はい、頑張ります。それでは早速講座に参りましょう。さて、毎月最後の週はワンポイントクリニックと題してお届けします。さまざまな棋力の方の実践譜を山田九段にポイント解説をしていただきます。まずご紹介するのは白天野誠二さん初段と黒福田春夫さん1級の対局です。棋力が天初段と1級ってことですね。そうですね、でこの棋力ぐらいが一番碁が面白いんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、それでは早速実践譜の方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、小目と欲しいですね。はい、白が2連星ですね。はい、閉まりました。ここまでは本当よくある布石ですね。そして、はい、こちらの角です。まあ割り打てば、比較的穏やかな布石になりますけど、この碁はかかりましたね。はい、まあ、当然これも一局です。でハサミです。両がかりですね。はい、でコスミの定石を選びましたね。はい、はい、でこうですね、この際は当然こちらからが正しいですね。こちらにハサミがあるのでこう押さえてしまいますとこうですね。はい、で、こう止めても、何かこの辺に開かれてもちょっと甘いですね。止めた方が、開かれてしまうの で実戦のこちらからは正解ですね。はい、で渡って賭けですね。はい、はい、白はどのように打っていくんですか？そうですね、僕なら何か大場を打つか、すぐ入っていくか、はい、選びますね。手抜きですね。はい、手抜きしますね僕は。もしも黒がこう押さえてくるのは、そうですね、これは出を一つ打って、はい、はい、こうですね。切りがあるので、はい、つなぎぐらいで、これでまた先手を取って、はい、こういう打ち方を、選びますね。はい、抑えられてもそんなには嫌ではないんですね。そうですね、手抜きできるんで足早に打つことができますよね。はい、はい、でも実戦はこう張って、そうですね、こちらは地に辛い打ち方ですね。はい、地が好きなんでしょうねこの天野さんは。そうですね、随分稼ぎましたよね。はい、ただでもその代わりこっちがすごい模様になって、はい、はい、僕なんか少し怖いかなっていう感じがするんですよね。ちょっと模様が大きすぎますか？はい、そうですね、はい、今押したんですけれども、はい、そうですね、押したら、実戦消えましたんですけども、押したらもう押してしまった方が、はい、で、こうなって、はい、こういうふうに決めてしまった方がよかったですね。はい、実戦桂馬されたんですけども、もし桂馬するなら、はい、最初から桂馬ですね。こちらですね、はい、これだとこのでは早速講座に参りましょう。毎月最後の週はワンポイントクリニックと題してお届けします。さまざまな棋力の方の実践譜を山田九段にポイント解説をしていただきます。まずご紹介するのは
白天野誠二さん初段と黒福田春夫さん一級の対局です。記録が天初段と一級ってことですね。そうですね、この記録ぐらいが一番碁が面白いんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、それでは早速実戦譜の方よろしくお願いします、よろしくお願いします。5目と欲しいですね、はい、白が2連星ですね、はい、閉まりました。ここまでは本当よくある布石ですね、はい、そして、はい、こちらの角です。まあ、割り打てば、比較的穏やかな布石になりますけど、この碁はかかりましたね、はい、まあ、当然これも一局です。でハサミです。両がかりですね、はい、でコスミの定石を選びましたね、はい、この際は当然こちらからが正しいですね、まあ、こちらにハサミがあるのでこう押さえてしまいますとこうですね、はい、でまあ、こう止めても、何かこの辺に開かれてもちょっと甘いですね。止めた方が、開かれてしまうの で実戦のこちらからは正解ですね、はい、で渡って賭けですね、はい、はい、白はどのように打っていくんですか。そうですね、まあ、僕なら何か大場を打つか、まあ、すぐ入っていくか、はい、選びますね。手抜きですね、はい、手抜きしますね僕は、もしも黒がこう押さえてくるのは、そうですね、まあ、これは出を一つ打って、はいはい、こうですね、まあ、切りがあるのでつなぎぐらいで、はい、これでまた先手を取って、はい、まあ、こういう打ち方を、選びますね、はい、抑えられてもそんなには嫌ではないんですね。そうですね、まあ手抜きできるんで足早に打つことができますよね、はい、はい、まあ、でも実戦はこう張って、そうですね、こちらは地に辛い打ち方ですね、はい、はい、地が好きなんでしょうねこの天野さんは。そうですね、十分稼ぎましたよね、はいはい、ただでもその代わりこっちがすごい模様になって、はいはい、まあ僕なんか少し怖いかなっていう感じがするんですよね。こう手が読めるということはこう人の心が読めたりとかしますか。いや、それもよく聞かれるんですけど、はい、もうそっち方面はもう全然ダメで、本当にそれこそ勝手読みばっかりですね、はい、そうですね、読めるようになるといいですね、はい、頑張ります、はい、それでは早速講座に参りましょう。毎月最後の週はワンポイントクリニックと題してお届けします。さまざまな棋力の方の実戦譜を山中九段にポイント解説をしていただきます。まずご紹介するのは白天野誠二さん初段と黒福田春夫さん一級の対局です。棋力が天初段と一級ってことですね。そうですね、この棋力ぐらいが一番碁が面白いんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、それでは早速実戦譜の方よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。5目と欲しいですね、はい、白が2連星ですね、はい、閉まりました。ここまでは本当よくある布石ですね、はい、そして、はい、こちらの角です、まあ、割り打てば、比較的穏やかな布石になりますけど、この碁はかかりましたね、はい、まあ、当然これも一局です。でハサミです。両がかりですね、はい、でコスミの定石を選びましたね、はい、この際は当然こちらからが正しいですね、まあ、こちらにハサミがあるのでこう押さえてしまいますとこうですね、はい、で、まあ、こう止めても、何かこの辺に開かれてもちょっと甘いですね。止めた方が、開かれてしまうの で実戦のこちらからは正解ですね、はい、で渡って賭けですね、はい、はい、白はどのように打っていくんですか。そうですね、まあ、僕なら何か大場を打つか、まあ、すぐ入っていくか、はい、選びますね。手抜きですね、はい、手抜きしますね僕は、もしも黒がこう押さえてくるのは、そうですね、まあ、これは出を一つ打って
こうですね、まあ、切りがあるのでつなぎぐらいで、はい、これでまた先手を取って、はいはい、まあ、こういう打ち方を、選びますね。はい、抑えられてもそんなには嫌ではないんですね。そうですね、まあ、手抜きできるんで足早に打つことができますよね。はい、はい、まあ、でも実戦はこう張って、そうですね、こちらは地に辛い打ち方ですね。はい。